奈良原博士は埼玉県南埼玉郡白岡町出身の元プロ野球選手。現在は東北楽天ゴールデンイーグルスの内野守備走塁コーチを務めている。埼玉県白岡町でクリーニング店を営む家庭に生まれる。4歳頃に軟式野球のボールとグローブを買ってもらい、父と仕事の合間などにキャッチボールをするようになった。白岡市立市の都学校では、 スポーツ少年団で野球をし、篠津中学を経て、帝京高校に進学。帝京では、練習時間の2、3が、守備練習に当てられ、監督の前田光雄の優れたノックで守備を鍛えられたという。1学年上には、川田祐介と小林や義則がおり、チームは2年春の選抜大会で準優勝している。首相となった3年春も、選抜大会に出場し、 初戦で、高知高校と対戦して、自身は一番、遊撃手として2安打1盗塁の成績を残したが、チームは0対3で敗れている。青山学院大学へ進むと、2年の秋に遊撃手として、トートリーグのベストナインに満票で選ばれ、チームも優勝した。3年春のリーグ戦では、リーグ5位の打率を残して、ベストナインに選ばれ、同年は、 日米大学野球の代表にも選ばれた。3年秋、4年春、秋もベストナインに選ばれ、特に4年春は、首位打者も獲得している。また同年も、日米野球の代表に選ばれ、東都大学リーグでは、通算77試合出場、251打数77安打、打率、307、1本塁打、24打点。 1990年度ドラフト会議にて、西武ライオンズから2意指名を受け、契約金と年俸それぞれ6000万円、840万円で入団契約を結んだ。西武ライオンズ1991年から一軍守備総類コーチの湯原春樹には、総類と守備でプロとして食っていけるという高い評価を受け、4月21日には、 初めてスタメンで起用されるなどシーズンで70試合に出場した。同年の日本シリーズでは第1戦でダイソーとしてシリーズ初出場を果たした。1992年はダイソーや田辺徳夫の守備固めとして試合終盤にたびたび起用された。同年の日本シリーズでは第3戦の8回に伊藤明光からシリーズ初安打。 初打点を記録しているオフには380万円増の年俸1700万円で契約を公開した。1993年は遊撃手として49試合にスタメンで出場するなど110試合に出場。日本シリーズでは第一戦で9番遊撃手としてシリーズで初めて先発出場しに案1得点の成績を残した。 1994年は5月7日のタイロッテ戦で、送り番とした際に一塁上で転倒し、鎖骨を骨折して、全治2ヶ月の怪我を負っている。1995年は、松井和夫と併用され、遊撃手として46試合にスタメンで出場し、2年ぶりに出場試合数が100試合を超えた。1996年は、田辺と共に主に二塁手として起用され、 53試合に先発出場し、22盗塁を記録している。1997年は、高木博之が2類種として、先発出場することが多く、出場試合数は100試合を割っている。1997年7月10日の近鉄戦の9回、表虫12類で2層の奈良原が、保守からの牽制で会うとこれに抗議して、類進の胸を突き奈良原は退場となり、 監督の東尾治は、試合終了5累進に胸ぐらをつかみ右足で、回し下りし東尾は3試合出場停止制裁金10万、と処分を課された。同年10月30日に、西崎幸宏との交換トレードで、石井竹宏と共に、日本ハムファイターズへ移籍。この際、日本ハム監督の上田理事は、トレード要員として奈良原と、 当主一名を要求し、他の野手なら、交渉は破断にすると宣言したため、西部監督の東尾治むは、やむを得ず承諾したという。日本ハムファイターズ、中日ドラゴンズ1998年は、開幕当初は、ダイソーや二類種、遊撃種の守備固めとして起用されていたが、打撃不振に陥った金子誠に代わって、スタメンで起用されると3割を超える打率をマークし、 5月19日から2番、2類種のレギュラーに定着した。その後、右肩を痛めた田中幸男が6月下旬から1類種にコンバートされたため、2番、遊撃種となっている。夏場は体調維持に苦しんだが、自身初の規定打席に到達し、ビッグバン打線の中で貴重なつなぎ役となった。同年は、リーグ2位の30盗塁、同5位の出塁率。 388を記録し、年俸は2600万円増の7400万円となっている。1999年は田中が遊撃手に戻り、自身はダイソーや守備固めなどでの起用が増えた。2000年は田中や金子の故障をカバーする働きを見せ、チームの優勝争いを巧みな守備などで支えた。オフには FA の権利を行使し、 複数年契約で残留している。2002年には監督の大島康則から指名を受け、首相に就任。同年は遊撃手のレギュラーとして期待され、オープン戦では打率410人の好成績を残している。しかし、シーズンに入るとストライクゾーンの拡大によって、待て玉が難しくなったこともあり、打撃不振に陥った。また、 札幌市への本拠地移転計画の発表や日本ハム本社の牛肉偽造事件などがあってチームの動揺を防ぐのに苦労したほか4月には父が亡くなっているオフには400万円減の年俸6800万円で契約を公開した木本国幸の成長などもあって出場機会は徐々に減った2005年オフには翌年の年俸半減もしくは自由契約とすることを 通告されている。2006年6月20日に、金銭トレードにより、中日ドラゴンズへ移籍。9月19日の対横浜戦では、ライトスタンドに飛んだ打球が、観客に取られ、最低によって二塁打となっているなお中日移籍後の、初打点は、リーグ優勝が決定した10月10日の対巨人戦で、延長12回表に放った、敵地打であった。日本シリーズでは、第 二戦で大走として起用されている。同年オフに現役を引退。引退後は二軍内野守備走塁コーチに就任。2011年より二軍野手コーチとなった。同年をもって、落合博光が監督を辞任すると、10月6日付で、一軍ヘッドコーチの森修和ら他の八人のコーチと、共に対談が発表された。西部一軍守備走塁コーチ時代2012年より、 埼玉西武ライオンズの一軍内野守備、総類コーチに就任。2016年は両、リーグワーストの101失策を記録した。2016年9月29日に、一軍打撃コーチの宮地勝彦と共に対談が発表された。10月12日、中日ドラゴンズの一軍内野守備総類コーチに就任。6シーズンぶりに、中日へ復帰。 攻撃時は三塁コーチを務める。2019年10月3日に対談が発表された。2020年からは、東北楽天ゴールデンイーグルス、二軍監督。辻初彦と組んだ二遊間の守備は、日本一とも言われ、ゴールデングラブ賞の受賞歴こそないものの、オレスティス・デストラーデからは、オジー・スミスとまでは言わないが、MLB で十分に通用する守備能力が、 奈良原にはあると評価されている。プロに入った頃から守備に自信はあったが、西部で辻谷重宏則と一緒に練習したことにより、雑な部分が消えて上達した。特に辻からは練習に対する真摯な姿勢やプレーについてメモを取ることなど多くを学んだという。守備では特に打球へのスタートを重視しており、保守の際にや打者の癖から常に打球の方向を予想していた。 西部では細かいプレーができる選手として存在感が大きく、同じパリーグの日本ハムに移籍した際には西部がフォーメーションのサインをすべて変更している。トレードにより出場機会が増えるため奈良原にとってメリットもあるだろうという判断もあったと東尾治は語っており、奈良原も西部を恨む気持ちはなかったという。日本ハムで首相に就任した際には、 野球に対する情熱や知識、精神的な強さを高く評価されている。ありがとうございます。